平野紫仕様、秒で崩壊のジャニーズを飛び越えた、企画外、長い進撃100万再生、フォロワー400万人、20万円複足感。2023年9月28日にリリースされた、エルジャパン、エルジャポン、41月号に登場した、元キングプリンスへの平野仕様、26歳。 この号の公式 YouTube チャンネルでは、平野仕様の新たな挑戦が約30秒のプロモーションビデオとして公開され、驚異的な記録を打ち立てていると言われています。平野仕様の会進撃。このビデオは、投稿からたったの6日後の10月4日に再生回数が100万回を突破したことで話題となり、ツイッターでは多くのファンが祝福し、いわゆるジャパン100万回。 がトレンド入りを果たしました。平野さんがジャニーズ事務所を辞めて戸べに合流してから初めての本格的な仕事でしたが、エルジャポンはようやくがスタートした9月19日午前9時からほどなくエルショップは一時サーバー落ち、Amazon や HMV などでも即完売し、翌20日には重版の決定が発表されました。 しかし、その後も一部サイトでは購入できない状況が続いています。これは平野さんの圧倒的な人気を証明しています。影響力の拡大。余談ですが、雑誌名がエルジャポンの一方、YouTube チャンネルはエルジャパンと表記されていることにも注目です。ルイ・ヴィトンの魅力。エルジャポンで平野はルイ・ヴィトンのコーディネートを着こなしており多くのファンから絶賛されています。 ルイ・ヴィトンは気軽に手に入れることが難しい高級ブランドですが、平野さんが情報解禁前の9月18日にインスタグラムで投稿したヴィトンコーデの一部商品、特に26万円のバッグと20万円のパーカー全サイズが売り切れ、オンラインショップや店頭で即日品切れ状態になっていました。これは平野さんのファッションセンスと影響力を示すものです。 異例の指示。平野さんはジャニーズ時代からスターでしたが、トベに合流後にインスタグラムを開設したことで、さらにインフルエンサーのような側面を見せ始めています。 その証拠に、最初の投稿は142.8万いいねを記録し、フォロワー数は407.3番人、10月5日現在まで増加し、古巣であるキングプリンスへのフォロワー数235.2番人を迅速に超えました。さらに、60代の男性や70代の女性からも高い支持を受けており、幅広い世代から愛されています。ジャニーズの変革。 ジャニーズ事務所は、課外問題の影響を受けて個別に契約する新会社を設立し、社名をスマイルアップに変更する方針を発表し、被害者への補償を行った後に廃業することを発表しました。 しかし、10月2日に行われた2度目の会見で、質問を当てない NG 記者リストを持参したことが NHK のスクープによって発覚し、ジャニーズは関与を否定していますが、世間からは疑念の目が向けられています。このような状況の中で、平野さんは独立後に輝かしい活躍を続けており、ジャニーズの枠を超えて成功を収めています。将来への期待。 金プリからの脱退を惜しむ声も多いかもしれませんが、ソロタレントとして平野紫仕様は着実に、そして強烈に存在感を強化しています。ジャニーズ事務所の弱体化により、平野さんの影響力は今後さらに増加するでしょう。平野紫仕様の快進撃は、驚異的な数字と広範な支持を集めることで、ジャニーズ事務所の変革時代における新たな可能性を示しています。 彼のファッションセンスやインフルエンサーとしての側面は今後ますます注目されることでしょう。ジャニーズの帝国が崩壊する中、平野潮はその影響を超えて飛躍し続けています。